平成29年6月26日、阿蘇市営防虫野営場で今年度の野営場開きが行われました。こちらは阿蘇山のふもとに位置し、耳を澄ませば鳥のさえずりが響き渡るとても気持ちのいい場所です。この日行われた野営場開きには、阿蘇市や熊本県などから関係者およそ50人が出席し、神事では設置者である阿蘇市の佐藤義興市長はじめ、利用者代表として地元の保育園の園児も玉串を捧げ、シーズン中の無事故を祈願しました。昨年の野営場開きは熊本地震の影響で式典を中止し、今年は2年ぶりの開催となりました。また今年8月にはボーイスカウト熊本連盟の60周年を記念する野営大会も予定されており、ボーイスカウト関係者も式典に出席しました。上長の松本裕二さんは、今年は復興元年としてこのキャンプ場からもにぎわいを取り戻せるよう取り組んでいきたいと話しました。阿蘇市営防虫野営場は広さ 8.7 ヘクタールを誇る1973年開設の歴史あるキャンプ場で、各サイトは芝生が整備され、炊事棟などもあり、家族連れからサークルなどの団体まで幅広く楽しめます。また、分別するとゴミも置いて帰れるのは嬉しいサービスです。こちらにはこういった常設のテントもあります。実は私が中学1年生の時にここで集団宿泊研修をしました。その時にはこのテントに、友達と一緒に寝袋を敷いて、泊まった思い出があります。昨年は入場者が地震の影響で例年の2割まで落ち込みましたが、今年の4月5月は例年と比べて 1.5 倍の入場者があり、夏のキャンプシーズンは大勢の来場を期待しています。阿蘇山のふもと、大自然の中でゆったりとした時間を楽しんでみませんか。阿蘇市営防虫野営場、今シーズンは11月末までの営業予定です。お問い合わせは電話 0967-34-0351 となっています。